はい、皆さんこんにちは。今回は三重県の方に夜釣りにやってきました。かからんかったな。
さそうだね。来たな、だいぶ手元にまで来たぞ。ちっちゃかったんかな。なかなかあれやな、かかりあれやな、あさってきたな、針かな、やっぱどうだい22か3ぐらいやな。すごいな、針曲がってしまったやん。全然わからなかった。
しかった。ちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなっちゃった。来た。このサイズでも低くねえ結構。いいね、いいサイズじゃん。20超えてんね。よし。これは持って帰りたい。水来とる？来とんには来とんね。これだけ。飲んじゃってるやんっていうね。あ、飲んでるね。が、飲んじゃっとる。どうしようね。どうせ死んじゃうしね。死んじゃうでな。食ったろか、食ったろか、どうしようもないし、飲んでるやんっていうね。大丈夫そうやな。おお、ウリガシちゃん。いいね、これも20超えてるね。いいサイズ。いいとこかかってるし、なんか。いいね。いい位置に入れると一発だね。てかまあこれいいね、夜サイズ。なるほどね、こういうやり方ね。あのおっちゃんに感謝やな。ジャスト20ぐらい。いいかし。ちっちゃいね。失礼。こっちか。よいしょ。これちっちゃいメジナやな。はい、ちゃんと親を連れてこやなあかんで。昼連れとるぐらいのサイズやな、でも。やっぱいいとこ入ると来るね。いいサイズ。いいサイズだね。よし。どんな橋とんの？これ用の針じゃないから。全然。
抜けないんですよね。あ、取れた取れた。締めてってもいいけどな。締めていくか。締めるか。よし。じゃあ、そろそろ帰りまーす。めっちゃぼやけてんね。よし。